北西方向へペンタゴンとポトマック側を望む川向こうがワシントン DC で白い塔はワシントン記念塔ペンタゴンはアメリカ合衆国バージニア州に所在するアメリカ国防総省の本庁舎。展示で国防総省そのものを意味することもある。名称は特徴的な建物形状に由来する。建物の平面形状は五角形の多層リングである。そのため 古代ギリシャ語のパイプシロンニュータウガンマオメガニュー、ニュー、ペンタゴーノンペンタゴーノンを語源とする五角形を表す英語でペンタゴンと呼ばれる。五階建てで各階に環状の廊下が設けられている。この構造により世界最大のオフィスビルでありながら一番遠いところにも10分以内でたどり着くことができるとされている。世界最大のオフィスビルとされており、 延べ床面積は650万スクエアフィート。約2万3000名の軍人、軍属及び文民職員、約3000名のペンタゴンの国防業務以外の職員が勤務している。所在地はワシントン DC からポトマック川を挟んだバージニア州アーリントンにある。また、ペンタゴンはアメリカ合衆国国家歴史登録財及びアメリカ合衆国国定歴史建造物に登録。 指定されている。1943年1月15日に完成。2001年9月11日、テロリストにハイジャックされた民間航空機が建物の西側部分に激突し、一部が崩壊、炎上した。その後、元の石材と同じものを使用して迅速な復旧がなされた。建設中のペンタゴンペンタゴン建設以前、前身である陸軍省の建物は、 ナショナルモールの側にあった。それは第一次世界大戦中に建てられたものであった。1941年9月11日より、レズリー・グローブス率いる陸軍工兵隊により建設が開始された。必要とされる砂利などは62万トン以上に及んだが、ポタマック側からの浚渫などにより確保された。なお鉄筋は戦時中だったこともあり、多くは使用されていない。 完成は1943年1月15日のことである。建設が急がれたためか、後の改装工事の際には、建設時に埋まったダンプカーが発見されている。完成当時のペンタゴンと周辺道路の地図。ありがとうございます。